こんにちは。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信しています。巷で話題になっているニュースや気になる健康情報を考察するコーナー、推しニュースです。よかったらチャンネル登録お願いします。 YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は、無料のメルマガでさせていただいているので、概要欄から登録をお願いします。今日は、最近話題になっている、特にツイッター界隈で話題になっている、ファイザーの CEO の、ブーラ氏の発言についてちょっとこう取り上げていきたいと思います。今ダボス会議やってるの知ってる？なんか名前では聞いたことありますけど、あんまり詳しくは分からないです。だから日本からね、竹中の、平蔵さんとか、なんか出席されてるらしいんやけれども、されてた、もうあったんかな。でね、そこで、そのブーラと、その主催者であるクラウス・シュワブが、こう対談をしてるね、でそこで発言していた内容が、英語のサイトでも日本語のサイトでも結構こう話題になってる、バズってるんですよ。で特に陰謀論界隈系の人がこうその、何を言ってたのかっていう部分を抽出して、で僕らはそれを翻訳したものを見て、っていうことで今日本人の中でも結構こう盛り上がってるんですね。でそのブーラ氏 その発言した内容っていうのは、私たちの夢の一つは2023年までに世界人口を 50% 削減することでした。そして私たちは順調に進んでいます。怖い順調に進んでます、やばい。だからそんなことをさ、ダボス会議で、堂々と、言うわけないんちゃうかなと、けどそういう発言がされたっていうので、その英語圏の人たちもその日本語訳で呼んでる人たちもやっぱりこんな悪いこと考えてるっていうので、こう今結構盛り上がってるんですよ。ちょっと僕もちょっとネットでいろいろ検索して見つけたのが、その原文のページがあったんですね。どういうことを言っていたのかっていうのをその機械翻訳してみると、薬を買えない地球上の人々の数を 50% 減らすと、つまり、薬を買えない人を減らしたいという意図で、その薬によってその2023年までに、50% の人口削減を成し遂げたいという意味ではないということだったんですね。これね、早とちりやと思うんですよ、みんなね。だから原文とか載ってるから、それを機械翻訳とかして見てみると、薬を買えない地球上の人々の数を 50% 減らす、だから国としてお金がなかったりとか、ワクチンやってワクチンの重要性を感じてない国の人々もいるやん。だからそういう人たちがいっぱいいるから、それを半分に減らそう。だから人口を削減するという意味で、さすがにどうぞとは言ってないと。解釈違いやったみたいですね。で、他に言ってた話があってね、そのクラウス・シュワブに対してね、その自分の会社が販売するワクチンがうまく機能しない場合、ヨーロッパとアメリカの政府が製薬会社を訴訟から守り続けることを保証した、と語って、何が何でも私たちを追いかけようとする、非常に強心的な集団がいる、こうも発言していると。今回のこの騒動もあったように、彼らもその分かってるわけね、何が何でも私たちを追いかけようとする強心的な集団がいると、っていうのをそのクラウス・シュワブと冗談を言い合いながら、そういう話をしていたと。で、ただね、これ今回の場合は早とちりやったんやけれども、実際日本人の人口っていうのは
減少してるんですね、うんうん、なんとなく聞くでしょ、なんとなく、はい、あの超過脂肪、うんうん、と去年やったら6万5千人ぐらいだったかな、うん、それぐらい多かったんですけど、令和、4年になって、うん、さらにその人口は増えてるんですね。5月の24日に、令和4年3月の速報が出たんですね、うん、令和2年の死亡者数、3月ですね、119,161人、うん、11万9000人やね、うん、で令和3年が12万3000人、うん、で令和4年が13万9571人、うん、累計ですね、累計では、令和2年の死亡者数の累計が36万8793人、うん、令和3年が38万3407人、うん、令和4年が42万2037人となっていると、うん、あれなんか数字増えてきてんてなっていうふうには分かったと思うんですけど、うんうん、で、これが令和3年と令和2年を比べた時に、うん、その令和2年の人口よりも14,614人、うん、死亡者数が多いということですね、うんうん、今年は38,630人が、うん、その去年よりも多いと、うん、っていう状況になってるんですね。すごいですね。なんで言うのがさ、うん、超過死亡の数が、うん、その去年1年間で、6万、まあ、5000人ぐらいやったと思うねんね、うん、で去年よりも死んでる人の数は多くて、うん、1月から3月の段階で、38,630人の、やっぱ死んでる人の数が多いんですね、うん、だからこれはなんで多いんやろうと、うん、っていうと、うん、その理由はまああれしかないやろうなと、うん、まああれですよ ね、うん、でそこに今回、うん、サル痘また多分今来るでしょ、うん、あれ27カ国にも広がってるみたいで、その今日、5月の30日の時点で、見たニュースでは、27カ国に広がっていて、うん、280人ぐらいってかな、うん、それぐらいの数の人が、まあ、感染してるとっていうニュースが出てるんやけれども、これはもう免疫力がおそらく下がってる人たちがかかってるやろうから、うん、まあその天然痘サル痘っていうのがそこまで強い、うん、ウイルスじゃなかったとしても、うん、もう免疫力が下がってるから、うんうんうん、やられちゃうっていう構造なんやろうね。あ、うん、だからこそれは、うんうん、あれを打っちゃってる人とかはまだ分かんないですよね、うん、あ、そこまで細かいデータはまだ見てないね、まだ見てない、うん、でもそれが、ま、うん、今後こう浮き彫りになってくる可能性はある。だいぶ高いんじゃない、だいぶ高いんじゃない。まあ、話は戻って、うん、この先ほど あのブーラとクラウス・シュワブの、うん、話し合ってるのはダボス会議での場面やったんですけど、うん、by 2030 you will own nothing and you will be happy、 2030年までにあなたは何も持たず幸せになる、うん、っていうのをそのクラウス・シュワブが言ってるんですね、うん、2030年までにあなたは何も持たず幸せになるというのはクラウス・シュワブの発言なんやけれども、今日はそのクラウス・シュワブとまた、話をしていたヘレン・クラーク元ニュージーランド首相の、発言ですね。でこれもね、ちょこちょこ、話題に、上がっているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、このヘレン・クラークっていう人は、ニュージーランドの元首相で、国際連合開発計画、UNDP 初の、女性総裁に就任したと。でこの組織は国連の補助をしているみたいで、まあ、SDGs と気候変動、ジェンダーフリー、うん、まあ、そういう活動をしている組織みたいなんですね。だからニュージーランドって言ったら、国家元首はイギリスやね、うん、で、まあ、そんな、まあ、ゴリゴリの国連系ですね。でそっち側の、グローバルの中心にいるヘレン・クラークさんは、その COVID 制限に対する一般の支持が減少していることに気づいているみたいだと、うん、もっとこう制限し、制限をしていることに対して、うん、一般人の支持者
が減っていると、うん、それをこう気づいてるみたいで、うん、どういう発言をしているのかっていうと、各国は WHO の指令に従うか、世界銀行へのアクセス権を失うか、WTO の制裁を受けなければならないと発言していると。これ女性なんや。女性なんやけど、まあ、元そのニュージーランドの首相で、うん、結構やばいこと言ってるでしょ、うん、世界銀行へのアクセス権を失うか、うん、ね、WHO の指令に従うか、うん、WHO 何があったか知ってる？ WHO でやばい話、なんか、うんうん、何でしたっけね、ピンポン、パンデミック条約です。パンデミック条約、パンデミック条約ね。パンデミック条約って言ったら、うん、まあそのね、選挙でも選ばれてない、うん、その一組織が、うん、世界にロックダウンとかワクチン強制の命令を出せる。でそのパンデミック条約っていうのを国際条約として、うん、その結ぼうという動きがあんねんね。でそれに日本もっていうことですよね、うんうん、そう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 。その会議がそのダボス会議でおそらく行われてたはずで、うん、その中身がどうなってるのかっていうのはまだ回ってきてないんやけれども、うん、まあ要はあの日本国憲法にもその緊急事態条項とか入れたがってるって言ってたでしょ、うん、その強制力、うん、あの国家の権力を強くして、うん、で命令に従わせるっていう方向やね、うん、でまあそのグローバリストであるこのヘレン・クラークさんも同じように、うん、あの WHO の指令に従うか、うん、世界銀行へのアクセス権を失うか、うん、WTO の制裁を受けなければならないとっていうことをまあ言ってるわけですね。怖いでしょ、じゃあもう従うしかないみたいな、うん、そうそう、だからそういう方向に、ね、彼ら彼女らは持ってこうとしてるよね、うんうん、で、まあそのグローバリゼーションっていうのは、まあ、投票とか自由を制限して完全な国際管理を目指していると、うん、まあそういうことなんですよね、うん、これはだからそのブーラが発言した内容よりもやばいよね、うん、やってること自体は製薬会社の CEO がやってることってとんでもないことやと思うねんけれども、その事実として今浮かび上がっていることで言うと、このヘレン・クラークさんの話はやばいでしょ。やばいですね、はい、まあもうなんかね、うん、あの自分の意思尊重とかっていうのがされなくなってくるんですかね。されなくなってくるし、もうそのほらダボス会議でお話しする偉いさんたちがいてね、うん、でそういうこうヘレン・クラークさんとかが話せん、うん、でその映像での確認はしてないんやけれども、うん、他のまあやばい発言してる人もいるんですよ、うん、撮ってるよ、笑いながら、へえ、その観客も、うん、とりあえず何か言ったら白昼取材いいのか、ほんまにもうこう心から言ってんのか分からへんけど、まあ結構、ね、怖いですね。結構怖いね、まあ、そんな感じでね、今回のニュースっていうのは、うん、まあ、あの都市伝説陰謀論やね、うん、まあ、陰謀論やったから多分早とちりで、その本当に、ブーラが言ってるわけではないんやけれども、うんうん、まあ、そういう時にはね、Google の、翻訳だけじゃなくて、うん、何だっけな、ディープなんとかっていうので、うんうんうん、僕は検索してるんやね。でそれでもすぐ出てくるから、うん、原文を見つけて、で自分で調べてみてでやらんと、なんかそのデマ情報をね、自分が流してしまうことになっちゃって、うん、それが本物やってちょっとなっちゃいますもんね。そう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 、うん、それ怖いよね、うん、なので、まあ、まあ自分でチェックしてくださいっていうかね、うん、情報の収集、いかにその元をたどるかっていうことをすると、まあ本間の情報に近づけるんじゃないかなと思います、うん、この番組が面白いと思われた方はチャンネル登録をお願いします。いいねボタン、応援お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。